出てる5人全員控えの選手全員で戦うチームだし、やっぱりみんなでディフェンス頑張ってそこから走りに行きたい。プレー面はやっぱりシューターなのでシュートを決めることが自分の役割。やっぱり、得点が取れなかったことは、自分が得点取らないと勝てないと思います。一気にチームが若くなった部分もやっぱり、自分が得点を取りたいベースとかで足を頑張ってしなきゃいけない。ガラッとメンバーが変わったんで、しかも、学級生が多くて、トーナメントはやっぱり試合やるにつれていい経験ができたと思ってるし、でも決勝で負けてしまったんで、そこは、自分個人としてはプラスに取られるようにしてて、あの舞台に立ってたので、ね、大きな経験だと思います。ガラッと比べてやっぱりサイズが大きいですし、なんかやっぱりしっかりトレーニングが取れるので、走れるし、でも逆に大きくなった分できなくなったこともやっぱりあると思うので、トーナメントでも分かったんですけど、しっかりディフェンスやって、あと走れば勝負できなくなると思うので、個人的にはそんなに強くなったわけじゃないですけど、ガラッと変わったという印象です。ずっと優勝してるのは僕ですけど、去年とか自分たちは他のチームに負けてるので、アウトブだけじゃなく全部のチームに勝つ意識でいかないといけないと思ってるので、目標はそのインカレ優勝して、で、王子番でデビューを倒すっていうのはずっと去年もその前もずっとどこかに向かうなんて、そこは変わらない。やっぱ最後のシーズンなんで、そこは絶対リーグ戦とインカレで優勝して、いい形でオールジャパンBJBLに勝って最後終わりたいと思ってるので、そこだけは絶対